改めまして、観光庁観光産業科岩井と申します。本説明は15分程度の予定です。どうぞよろしくお願いいたします。目次です。私からは次の3点についてご説明いたします。1、宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン、登録制度の創設趣旨。 2. 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの内容 3. 登録制度の内容についてです。まずはじめに、宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン、登録制度の創設趣旨についてご説明いたします。課長の柿沼からのメッセージにもありますように、 多くの宿泊事業者の皆様が、高付加価値な経営を行い、我が国の基幹産業となる準備を進め、実際に基幹産業になっていただき、地域の核となって地方創生を実現していただくために、観光庁では、令和3年11月から令和4年5月にかけて、アフターコロナ時代における地域活性化と、 観光産業に関する検討会を実施しました。本検討会の最終取りまとめにおいて、宿泊業における経営力、収益力の向上を図るため、適切な事業計画の策定と、データや財務書表などの活用により、収益の確保、借入れ金依存からの転換、適切な投資の継続などが可能となる、 いわゆる企業的経営への転換の必要性が示され、取り組むべき国の施策について、下記の通り提言されました。そのため、観光庁では、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での一定の指針を示すためのガイドラインを、有識者の先生にご意見を伺いながら策定し、 当該ガイドラインに則っ,った経営を行う事業者の登録制度を創設しました。それでは、ここから具体的に、宿泊業の高付価価値化のための経営ガイドラインの内容についてご説明いたします。宿泊業の高付価価値化のための経営ガイドラインでは、宿泊業の高付加価値化に向けた経営のために取り組むべき事項について、 三つの分野、経営、人事労務環境、IT 活用状況と四つの視点、会計の視点、持続可能性の視点、労働環境改善の視点、IT 導入の視点から整理しています。また、四つの視点別の取り組み事項について、それぞれ必須事項と、 努力事項に分けてて整理しています具体的には必須事項として企業的視点で経営を行う上で取り組むべき基本的な取り組み事項努力事項ではさらなる高付加価値化に資する発展的な取り組み事項を整理しガイドラインに記載していますここからは各分野における視点と視点に基づいた 必須事項、努力事項についてご説明いたします。まず、経営分野での会計の視点では、必須事項として、貸借対象表の作成、損益計算書の作成、売上計画書の作成、返済予定表の作成、労働生産性の算出、従業員平均給与の算出、 ADR の算出、w e b ーの算出、努力事項として、キャッシュフロー計算書の作成、損益分岐点比率の算出、焼却前営業利益の算出、自己資本比率の算出、管理表の作成を取り組むべき事項として整理しました。これらに取り組むことで、 企業活動の定量的な把握分析や分析に基づいた経営戦略の実践につながると考えています。次に、経営分野の持続可能性の視点では、必須事項として観光施設における心のバリアフリー認定制度の取得、努力事項としてサステナビリティに関する取り組みの認知発信、 サステナビリティに関する取り組みの第三者認証の取得、BCP の作成を取り組むべき事項として整理しました。これらに取り組むことで、地域のサプライチェーン全体の持続性向上につながると考えています。人事労務分野の労働環境改善の視点では、必須事項として、労働関係法令の遵守掲示、 就業規則の作成、届け出周知。サブロック協定の締結、届け出周知。変形労働時間制の作成、届け出周知。努力事項として、有給休暇の計画的付与制度の導入。法定外休暇制度の導入。退職金制度の導入。能力評価制度の導入を取り組むべき事項と整理しました。 これらに取り組むことで、労働環境の改善・従業員満足度の向上につながると考えています。最後に、IT 活用状況分野の IT 導入の視点では、必須事項として連絡手段の電子化、情報発信手段の電子化、努力事項として自社サイトでの直販チャンネルの構築、 宿泊予約管理システムの導入、キャッシュレス決済の導入、レベニューマネージメントシステムの導入、デジタルマーケティングの導入、人事給与管理システムの導入、会計管理システムの導入を取り組むべき事項と整理しました。これらに取り組むことで、業務全体の見直し、効率化につながると考えています。経営ガイドラインでは、 これらのご説明した事項に対して、一つ一つ目的、メリット、参考情報などを記載していますので、ぜひご活用ください。ここからは登録制度についてご説明いたします。高付加価値、経営旅館等登録規定、これがいわゆる登録制度と言われているものです。 この登録制度は、ガイドラインに則っ,った経営を行う施設について、観光庁長官による登録を行う制度です。登録区分は2つあります。高付加価値経営旅館等の登録区分では、必須事項と努力事項を実施していると認められる宿泊施設が登録されます。準高付加価値経営旅館等の登録区分では、 必須事項を実施していると認められる宿泊施設が登録されます。なお、必須事項は全ての項目を実施している必要があります。努力事項は4つの視点ごとにそれぞれ半数以上の項目を実施している必要があります。登録の有効期間は5年間です。登録のメリットとして3点想定しています。 1点目が現状の可視化です。2点目が高負荷価値化に向けた経営の実践です。3点目が補助事業での評価などです。具体的には登録に必要となる取り組みと現在の実施状況を比較することで今後必要な取り組みを確認することができます。高負荷価値化に向けた経営の実践では登録制度の要件である取り組みを実施することで 高付加価値化に向けた経営の第一歩とすることができます。補助事業での評価などでは、観光庁が公募する宿泊施設向けの補助事業などにおいて、本登録制度の登録有無を審査時における評価要素等として活用する予定です。次に、登録の手続きについてご説明いたします。受付期間は通年です。 登録フローは3つのステップに分かれています。1、申請書類の作成2、登録申請3、登録証の受領です。具体的には申請書類の作成は専用の登録受付サイトから登録申請関連書類をダウンロードの上、作成例を参考に作成してください。次に、 登録申請では、当該サイトの申請受付ページから申請書類をアップロードしてください。事務局で申請書類を確認の上、確認結果をメールでご連絡いたします。最後に、登録証の受領です。登録手続き完了後、登録証を送付します。記載されている登録番号、 有効期間などをご確認ください。なお、登録施設名などは観光庁ホームページで公表予定です。具体的な作成方法については事務局の説明をお聞きください。登録申請に必要な書類です。高付加価値経営旅館等では登録申請書、 旅館業法上の営業許可を得ていることを称する書類、添付書類として必須事項、努力事項に関する確認資料です。準・高付加価値経営旅館等では、登録申請書、旅館業法上の営業許可を得ていることを称する書類、添付書類として必須事項に関する確認資料です。最後に、 登録後に必要な主な手続きについてご説明いたします。更新登録では、更新登録を申請する場合は、更新申請期間に更新申請書類等を提出してください。登録事項の変更では、登録内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届出書を提出してください。 変更が必要な事項は、登録を受けた者の氏名または名称、及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、登録を受けた旅館等の名称及び所在地に変更があった場合です。本登録制度では、毎事業年度の経営状況報告を義務づけています。下記の書類について、 毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出をしてください。提出方法などは専用の登録受付サイトに掲載予定です。なお、準高付加価値経営旅館等の登録事業者が高付加価値経営旅館等の登録を受けようとする場合は高付加価値経営旅館等 新規に登録申請をする必要があります。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。